はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策動画の文章題の第3弾お送りします。でちょっとね、ちょっとじゃないな、結構な久々になってしまったんですが、今回は文章題に関する問題を3問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてチャレンジしてみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、この後自分が解説やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあいつも通り画面下げますのでお待ちください。ちょっといくよ、よいしょ、ほっ、あ、いい感じ、 OK。 で今回ですね、これ外しちゃうと画面がね、あの焦点が合わなくなってしまうので、あの1番2番解くまでこれちょっとここに置かせてください。特に意味はないんですけど、お願いします。で、あの問題文ね、あの外してしまう、まあ、文句あるけどね、外しちゃうんで、もしあれだったら、別タブで開いてもらったりとか、あのツイッターの方では上げてますので、まあ、そこでチェックしてみてください。じゃあ行きましょう。で、まず1番が、まあ、ある会社の話だと。で、昨年の男性、本当はちょっと男なんて書いて申し訳ないんですけど、男性の従業員数と女性の従業員数の比が7対3だったんです。これ7対3ね、男女が7対3、これ昨年の話です。ここ書いておこうか、これ昨年ね。で、今年は昨年に比べて男性が5人減りました。女性が4人増えましたと。そしたら男性の人数が女性の人数、まあ、従業員数の2倍になりましたと。これ今年の話ね。まあ、よく出てくる、去年と今年の話の、ね、混合している問題です。で、その時に今年の男性の従業員数を求めなさいという問題なんですが、基本的に昨年と今年っていうのが出てきた場合、昨年を XY というか文字を使って置いてください。もちろん絶対ではないんですけど、そうやってやってもらった方がいいです。基本的にはね。で、まず、今回ね、昨年を XY って置いてるので、ここは、男性が X、女性が Y イコール、そのままですね、比で7対3と置くことができます。で、比例式ってね、そんな出てこないですけど、これはまあ中中外外で書けることができるので、まあ外外からいこうか。3X イコール 7Y と、これね、この式はこういうふうに変えることができます。これで1個式完成。で、次が、これがね、今年に変わります。さっきも読んだように、今年男性5人減りました。去年よりね。だから、X より5人減ったから、もちろんこうなると。で、女性は4人増えたので、Y から4人増えた。Y プラス4になりました。で、それを使って、男性は、つまり X マイナス5はですよね。5は、女性の2倍なんです。だから Y プラス4。これの2倍。で、2倍っていうのが、かける2っていうのはピンとくる方が多いんですね。でも、よく、こう書いちゃう人がいるんですよ。このまんま。そうすると、これって Y たす8になるだけなんだよね。死にが8って。そうじゃなくって、この Y プラス4全体を2倍しなきゃいけないんで、カッコをつけてください。で、書き直すんだったら、ここに2が来る感じだね。こうやって。これで2つ目の式が完成となります。だからちょっとね、もうちょっと上でよかったね、これ。順番が逆になっちゃってますけど、つまりここの連立を解いたら OK だよっていう、今回は。で、まず、上、どっちか上からいこうか。上を整理すると、これ入るかな。暗算で整理しますね。ここ、2を配ると 2y プラス8です。で、ちょっと2枚こっち持ってきちゃって、マイナス2枚。5をあっち持っていくと13ですね。で、こっちは、まあ、持ってきて、これをね。で、絶対に忘れないでね、イコール0です。なくなった場合は。全部持ってきちゃったらね。で、上の式に3をかけた方がやりやすいかな。じゃあ行きましょう。これに3かけます。マイナス 6y イコール39。で、これこのまんま。マイナス 7y イコール0。引き算すると、y は39と出てきました。で、まあ、どっちの式でも構わないんですが、多分ここの方がいいかな、俺は。
3x=7y なんで、両辺3で割ると、x は3分の 7y になります。で、y39 なんで、こうなりますね。かける39。約分できます。13。つまり7かける13なので、書いちゃうよ。x は91と。で、今回3番もちょっと似てる感じなんですけど、こういうね、まあ文章問題が出てきた時に、たまに引っ掛け、たまにじゃないな、結構出てくる引っ掛けが。何かっていうと、今男性ですよね。今回求めたいのが。よっしゃ、男性 !91! 書いとけみたいな。×っていうね。そう、これはすごいもったいないです。この文章題に関しては。何かっていうと、求めるのが今年の男性なんですよ。人数、従業員数がね。これ去年なんですよね。昨年。だから求めたいのは、昨年91でした。でも今年は5人減ってるので、求めたいのは引く5して、86人でしたよっていう。ここをぜひね、気をつけてください。いいかな?多分ね、そろそろは、まあまあ、まだ書けるからいいか。いや、外そう。多分ね、いけると思うんだ、これで。ごめんよ。大丈夫だよね。オッケーオッケー。じゃあ、2番いきます。1本 A 円の鉛筆5本、B 円の筆箱1個を買うのに、1000円を出すとお釣りが来ましたと。で、これを、不等式で。まあ、式を作りなさいってだけだね。解きなさいじゃなくて、式を作るだけで OK です。で、まず、A 円の鉛筆5本買ってるから、まあ、5A ですよね。ここは。で、それに、B 円の筆箱1個買ってるから、プラス、まあ、B×1 なんで B になります。これはいいんです、ここまでは。で、この後で、1000円出すとお釣りが来たっていうのはどういうことか。これは、ちょっと想像してね、みんなが。買い物行った時に、今これ買った値段です。物の値段。1000円出しました。お釣りが来たってことは、どっちが高いっていう話なの。買おうと思った値段と出した1000円。お釣りが来た。買うことができたんです。それは当然、買うことができたから1000円の方が大きくないといけないよね。足りないのお金出してください。怒られます。そう。で、今回もこうなるんです。答えは。で、今回なんでこの問題を出したのかっていうと、まず、イコールが入るかどうかがちょっと気をつけてほしい。イコールが入るかどうか。このお釣りが来るっていう表現ね。もし、これ、イコール入れます、ここに。そうすると、イコールが入ると何かっていうと、買ったものの値段と出した1000円がぴったり同じ時がありますって言ってるの。イコールっていうのは。ぴったり同じだったら買うことはできるけど、お釣りは来ないよね。ぴったりだから。だから、イコールがダメなんです。で、なんでこの説明したかっていうと、これ、1000円出すと買うことができたっていう出題のされ方があるんです。今回それ出さなかったけど。だから買うことができたっていうのはこっちなの。だってイコールでもいいんだもん。買うことは。お釣りが来たとは言ってないからね。なので、まあ、今回はこれはダメなんですけど、そこのちょっと区別をぜひね、つけてもらえたらと思います。さあ、3番です。このパーセントはね、嫌いな子が非常に多いところなんですが、まずある商店、店ですね。A と B という商品を売っております、ここでは。で、今月、商品 B を A よりも10個多く仕入れました。そしたら、商品 A が 15% 売れて、B は 40% 売れたと。で、A と B を合わせると、28% 売れました。もうね、パーセントだけの子にとっては、もう嫌だよね、ここでね。うるさいみたいな感じになるところですけど、で、最後にしかも B の売れ残った個数を求めなさいっていうかなりひねくれた出題の仕方をしました、今回自分がね。で、これはですね、基本的にパーセントがつく前、仕入れたものを XY で置きます。戻して。あ、XY というかまあ X だけにしますけど、今回はね。で、B を A よりも10個多く仕入れたって言ってるので、A よりも、ちょっと待ってね、10個多いと。こうやって仕入れたんだよね。で、これを別に B を X って置いても構わないんですけど、自分はやっぱり A を X 個仕入れましたって置いた方が楽です。なぜかっていうと、A が X だったら、ここが X ですよね。B を、あ、いいんだ。B を X よりも10個多く仕入れたってことなんで、X よりも10個多くってシンプルに考えられます。だから B は X プラス10仕入れたんです。今回、こうやって。
できる限り文字はね、一つで済むなら一つで置いていきましょう。もちろんこれ、さっきで、XY って置いて求めることもできます。連立で。でも、連立じゃなくって文字を一個で済めば、一個の式で求めることができるので、まあ時間短縮にはなります。こっちの方がね。で、今こう置いたので、A プラス B、合計したものはもちろん、仕入れたのがね、X プラス10だから、足したもの、になるので、合計は 2X プラス10です。仕入れた数はね。で、次、パーセントいきます。実際、こう、売れたやつですね。で、商品 A は仕入れた個数、つまり、X の 15% 売れたんです。X の 15%。パーセントっていうのは100分の下にくっつけないと数字に表、式で表せないので、これの 15% って言いたかったら、100分の15と上のこれをかけるんです。これが置き方。B も同じです。40% 売れてます。なので、100分の40。これの 40% なんで、必ず括弧をつけて、ごめん、狭くて、こうなります。で、合計したものが20何%? 28かね。だから、100分の28。これのだから、括弧 2x プラス10とこうなります。で、こうやって置く。で、最終的に、これ、もちろんね、売れた個数と売れた個数を足したものが売れた個数になるので、めんどくさいですけど、一番こうか、100分の 15x 足す A の売れた個数足す100分の 40B の売れた個数は、2つを合計して売れたものに一致しますよっていう、こうなります。で、これね、ここ約分できる、約分できる、約分できるんです、確かに。できるんですけど、それぞれ同じ数で約分しないとバラバラになって最後めんどくさくなります。で、今回実際、これとかで、ね、4で約分。これも4で約分とかいけるんですけど、これ5で約分なんですよ。もしくは3。で、バラバラで約分するとめんどくさいので、もうこの状態で100をかけてください、全体に。もう分母を切る感じ。で、100をかけると、消える、消える、消えるだけだから。で、15x でしょ?で、これ40配ればいいから、40x プラス400。28配ればいいから、56x、プラス280。これ、こっちに持ってきてまとめると、ここ 55x なんで、マイナス x。これ持ってくると、マイナス120。つまり、ごめんね。ちょっとごめん。x が120となります。で、気をつけなきゃいけないのが、今回ね、B の売れ残った個数なんです。で、例えば仕入れた個数、B のね、仕入れた個数聞かれたんだったらここです、B は。だから120足す10で130個仕入れました。売れた個数だったらここです。X に120入れて解くことができるんですけど、もちろん仕入れた個数が130ってわかります。ここに120を入れれば売れた個数もわかります。そっちで行こうか、一回。売れた個数です。B のね。100分の40かけるこれなので、100分の40は、これ約分すると5分の2なんです。最終的に。20で約分できるから、本当はね。だから、5分の2かける120足す10だから130になります。こうやって。で、ここ、約分して、待て。520、こうなるから52個ですね。売れた個数が。で、売れ残った個数聞かれてるから、結局、130から52を引いて、やばい、22だから78か。78。つまり、売れ残った個数は、B は78個。となり、俺さっき計算したと違うな。あれ?ちょっとどこ間違ったか。130で、はぁ、どこだろう。5で割ると5に10。いや、俺が間違ったのかな。で、これが、まあ、これを使った出し方なんですけど、もう一個売れ残った個数の出し方があって、売れた個数が 40% ですよね。っていうことは、売れ残った個数は 60% なんですよ。だから、100分の 60×130 をすればいいので、これどっかに青でやるかな。しまった。今回結構埋めたよね。ちょっと待って。この辺ちょっとさ、サイドでやっていいですか。ごめんよ。
100分の60なんで、いや5分の3か、かける130個、俺何間違ったかな、26でしょ、32が6、あ78、なってるわ。俺がさっき間違ったのかな。そうっすね、俺がさっき間違えたんですね、失礼しました、ごめんよ。はい、といった感じ、大丈夫ね、 OK。 ごめん、最後ちょっとすげえしどろもどろになりましたけど、こんな感じでぜひねやってみてください。では今回は、高校受験対策動画の文章題の第3弾お送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でまたね別単元も撮っておりますので、まあ、このねまた第4弾も撮ると思いますけど、別単元も撮っておりますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。